どうも、MQG です。ついに届きました。インスタ360エースプロ。これになります。DJI オズモアクション5プロ。先日発売になりましたけども、私はインスタ360エースプロ。こいつにしました。GoPro Hero 11。これを、そうですね。今 GoPro Hero 13でしたかね。13が出てますけど、11とはほとんど変わりもなく、先日使っていたらバッテリーが膨らんでしまいましてね。ちょっとわかりづらいんですけど、若干膨らんで、中でバッテリーが抜けなくなって、同じバッテリーを2個買ってしまいました。なので、まあ、GoPro Pro の13は購入しませんでした。なので、インスタ 360S Pro。こいつにしました。それと、純正のクイックリリースマウント。あとバッテリーがもう一個。それと、あと、まあ、社外品になると思いますけど、まあ、プロテクターといえばケースですね。それと、同じメーカーのマウントですね。これも購入しました。先日ですね、オズモポケット。これの液晶が、この液晶の回転がロックできなくなって、そこ DJI に修理を申し込んで、1週間ぐらいで届きましたね。交換したし。ほぼ新品が届きました。多分新品だと思います。届いて、今はもう快適に使ってます。まあ、これがあるから DJI Action 5 Pro を購入しなかったっていうのもあります。今からこのエースプロを使って動画を撮っていきたいと思います。昼間で撮る場合に関しては GoPro 11でも問題ないんですけど、やっぱり熱停止。先日こいつで撮影していたら30分しか持たなかったんです。冬場はいいんですけど、特に夏場。今年は夏が暑いんで、どうしても熱停止が頻繁に起こってきて。Osmo Pocket 3でも撮影していたら、小一時間撮ってたら、こいつですら熱停止しましたんで、今年の暑さは尋常じゃないと思います。それでは開けて使っていきたいと思います。なんかこういう開けるときってワクワクします。おお、こうやって開けるんですね。出ました、本体。あとは、まあ、付属品関係かな。もろもろですね。上箱の裏面に簡単な取説が書いてありますね。すみません。OK。あとは、あと、取説ですね。これが USB の充電用のケーブルですね。で、これが、まあ、多分よくついてくる。ベタって何回も貼れるやつですね。あ、やっぱり当たり。まあ、充電ケーブルは多分使わんと思います。これもあんまりね、使わないですよね。それと、平面につける。はい、マグネットで、つけるやつね。ロックがかかる。はい、同じです。で、早速、もうペリペリ取ります。よっ、おお、
ね。ああ、やっぱ前と後ろがありますね。お。かっこいい。やっぱかっこいいですね。ちょっと大きいですね。GoPro 11と比べて。で、レンズもでかいですね。失礼。お、最大のあれが、こうやってフリップがね、やっぱ使えるのですよね。全部ペイペイは剥がしました。USB-C とマイクロ SD のカードですね。で、こちら側がバッテリーですね。おお、あ、結構大きいですね。さあ、これで撮影をしたいと思います。以上です。開封レビューになりました。まあ明日からぼちぼち、これと、エースプロと、オズモポケ、オズモアクション、ん?オズモポケット3か、DJ。この2台体制になります。以上です。それでは。